いや、進撃のドンジャラ熱すぎるやろ。めっちゃ熱いって。進撃のドンジャラ作るの。作る。絶対楽しいって。ちょっと、美味しいねやろ。ハンドメイド家族。進撃の巨人のドンジャラを作ろう。まず、鬼滅が15種類、まあその辺の数に沿うような数、まあちょっとあの絶対入れなあかんやつまず書いていってよ。まだそうやろ。じゃあエレンやろ。エレンは絶対入れる。あれはジャンとかは入れへん。ジャンとかちょっと待ってまずリヴァイ、絶対入れなあかんやつ。マストキャラからいこう。リヴァイハンジ。ハンジいる？ハンジもマストやろ。エルビーも入れる、うん、だってさ、でもさ、あの同期のコーラは全員入れたいやん。同期ってあサシャとか。サシャコニー、ジャンは入れたいやん。入れたいやん。だって言ったら進撃の巨人のあの何個あるっけ、9つ、うん、の巨人も入れたいやん。9つ入れんの。あ、9つの巨人セットみたいなのができるな。そう、9つの巨人セットえぐない？それじゃあパイいっぱい買うなあかんのちゃう。でもさ、別にさ、オリジナルなんやねんからさ、そのドンジャラの枠にとらわれずさ、その中古でドンジャラを2セットとか買ってきてさ、2個買いたいだけパイ作ってさ。いや、めっちゃ上がりにくなんだから。あー、そっか。あ、その欲しいパイを引く確率っていうのは下がっていくから、数が母数が増えてしまったら。個人は定番のやつだけ入れよ、一応。まあそう。いや、でも巨人は入れなあかん。巨人入れるやつは全部入れなあかん。そりゃ そうやろ。あの柱セットみたいなの作りたいもんな。周り側とどうそう、エルディアな、エルディアで分けてもいいよな。あ、それめっちゃいいやん。エルディアセット、エルディアやったらあのそのエレン、ミカサ、アルミンで、うん、ほんでマーレやったらライナー、アンデルトルトみたいな感じやった方が、だって333やろ。そうやな。今のとこな。4人やったらこのうちの3つが、3つずつが揃えば、マーレセット。マーレセット。クソバさん。ほんで、クソバさんいらんやろ。いらんやろ。湧きすぎやろ。おにゃんこぽんは入れたいな。入れたいな。おにゃんこぽんは入れたいな。おにゃんこぽんが言いたい。言いたすぎる。おにゃんこぽんで。でもさ、それやったら言えるの、言えるのかもちゃん。言えれなの。言えれなは言えれない。入れない。好きじゃないから。え、じゃあおにゃんこぽんどこのセットで行くの？逆にさ、だってさ、イエレナとおにゃんこぽんが一緒やったら。いやからさ、イエレナおらなさ、どこのさ、あの、配置作るの？そうやな。とりあえずさ、これでさ、うん、鬼滅やったら何キャラって言ってたっけ？ 15 キャラ。15。いや、もうだいぶオーバー。大幅に、23はあるぞ。まだちょっと書きたいぐらいやからな。そうやな、大幅にやんの。え、だからじゃあやっぱさ、巨人になる人は、こういう風に、ね、この牌があるやんか。で、こうやって斜めに線引いて、ここに、あの、巨人書いて、エレン書いて、みたいな。みたいな。じゃあどっちでも使える。エレンとしても使えるし、あ、それ面白いかも。そうそう。じゃあ、それが6杯あるって。そう。だから、そっちの方がいいかも。ライナー書いて、で、あの、鎧書いて、で、兄書いて、目型書いて、みたいな。どっちにも使えるみたいな。それ面白いかも。ハンドメイド家族。え、じゃあ、オールマイティ何がいいと思う？あ、オールマイティの絵が。そう、オールマイティを何がいいと思う？鬼滅の絵は、鬼滅の絵は、ロゴ。やっぱ自由の翼とかにしてしまうと、エルディアに寄ってまうから。え、でも酔うやろ、気持ちは。どういうこと、気持ちが酔うって。やっぱさ、調査兵団、兄貴やん。だからやっぱ自由の翼じゃん。そう、が象徴やん。だから、あかりは自由の翼の方がいい。私もそう。じゃあさ、やるときに、始める前にさ、心臓捧げようやん。始める前に、だから。あ、だからドンジャラじゃなくて。心臓捧げようやんな。出すってこと？そうやな。だから、エルディア側に着くやつはもう始める前に、
あの自由の翼のマークつけといて、でマーレ側につけたやつはマーレの腕章つけとって。マーレ側につけるってどういうこと？一中。でマーレ側マーレの役をあの集めるぞ。集めるぞっていう思ってるやつは。いやでもさ、それはさ配られた配慮。違う違う、だから最初に決めとくね。でそのマーレの腕章つけてる時はマーレの役揃ったら。いいけどみたいな。そうそうそう。ああそういうことな。そうそう。まず最初にどっちに心臓を注げるのを決めといてみたいな。じゃあさ、エルディアを張ってもマーレを張ってもいいけど、でもエルディアを揃えたらバイになる。そうそうそう。めっちゃいいやんそれ。面白そうじゃん。面白い面白い面白い。そのなんかそういうルールいいな。いやでも朝を。どっちにしよう。だって私来年推しやからさ。あ。ちょっとそういう気持ちも入るんよな。いいな。そんなどっち。あ、その、腕章つけるか。そうそうそう。腕章どっちにつけるかってさ、まず、ゲーム始めるときの。はい。腰に、腰に捧げるみたいな。そう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 。そう。ハンドメイド家族。地ならしはない。地ならし。地ならししたいよな。なんかこう、もうそれ起きたらもうどうにもならんみたいな。じゃあ、地ならし。地ならしセット。地ならしセット何が、何が起きたら地ならしになるの？っていうかさ、地ならしってさ。あ、じゃあ、エレンとジークや。あ、そっか。エレン、ジーク。で、誰やで、揃えねん。だから、エレン6個で、ジーク3個で、地ならし。ハンドメイド家族。マフラー巻いてくれてありがとうセット。エレンと、エレンとミカサ。ミカサのセット。エレン6個、ミカサ3とか、ミカサ3、ミカサ6。それはミカサ6やろ。エレン3。だって、マフラーを巻いてくれてありがとうは、ミカサ6。そうやな、ミカサやな。ミカサ6、エレン3やな。そうやろ？それはそうやろ。そう、それはそうやろ。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15？ 今。あ、いい感じなんじゃん。ちょうど。割と。結構。結構省いたよ、今。ジャンとかサシャとかこういうの。絶対にこの3人は欲しい。じゃあサシャは絶対いる。ちょっとパイをさ多めに作ろうや。そこは別にさ、いいやいいや。いやからその3人そう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 、せめてそれを入れてあげて。パイ入れて頼む。でもねもうキャラをほんと来たくない。そう、もう省けないやつはもう悔しいと。もう私たちのわがままでわがままでいこう。だって自分で作んねんからな。何しとってええやんか。売るわけじゃないんだから。そう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 だよ。そう、別に自己満でいいやんな。そうだよ。ん？え？え、じゃあ、え？待って、ガビ、ガビと、ファルコ。ガビもええやろ。もうガビはええよ。ガビとファルコいらん。いや、物語のキーマンではあるけど。うん、だってさ、ガビのパイ絶対捨てるやろ。捨てる。でもさ、そんなんしたらさ、私さ、どんじゃらやってるんですか？あかんとかよりもさ、キャラへの思い入れが強すぎてさ、こんなに捨てるんだね、みたいな。じゃあ今からセット考えていく？そうなると。上がりセットな。まず、9つの巨人セット。なんかマフラーを巻いてくれてありがとうセット。そうやな。あ、ディナー。ディナー。104期。104期生の333な。だったら何でもいいってこと。調査兵団幹部セット。ああ、いいやん。幹部セットいいやん。幹部セットいいやん。幹部セットいいね。幼馴染セット。ああ。どうや？どうや？え、でもこれ作んのはすぐできるから、もうはいさえ決めとけば。そうや。もう作ってまおうや。もう。パッと。早急に。明日にでも。明日に。明日買いに行こう。でももう、はい決まったから、えんちゃんも、あとはおいおいで。じゃあ今日の会議は終了で、私もお時間も時間やし、お父さん明日仕事やし。どこ誰が下に置いたの？じゃあ早急に作りますんで。はい。